枯れない花はないけど咲かない花はある。どうもゴバです。偏差値70超えなのにラガンです。どうもサイコです。本日は、はい、学歴中です。今日実はいつも学歴中じゃないみたいな言い方するね。そうですけど、そうですじゃん。大丈夫。はい、うん、偏差値でちょっと今日は遊んでいこうかなと、うん、YouTube 視聴者の大体が好きな偏差値で俺らの動画で偏差値って入ってる動画めっちゃ再生されるこれあかんよね。あかんな風潮なんよこれ。そうやね、うん、だけどちょっとまあ遊んでみようかなっていう企画ですね。はい、それでは本日の企画、偏差値大富豪。あのトランプっていろいろあるじゃないですか、うん、最近やと一緒にシンガポールでやったバカラとか、うん、バルセロナで僕がやったことあるブラックジャックとか、うん、正月におじいちゃんとやる掛け七並べとか例えばカジノやしやったらあかんのよ多分掛け七並べおじいちゃんで、あのトランプ大統領もっとカジノがややこしいひどいかかってたね。ひどいかかってたねんけど、どっから突っ込めがわからんから、うん、その偏差値で大富豪やるっていう、はいはいはい、まあ、種類は3つ、まあ、トランプの絵柄が4つあるみたいな感じで、国公立、はい、私立、推薦。おお荒れるねコメントが。これはね、これなんでかっていうと、その偏差値って一律にその見れへんわけよ。なるほど。例えば慶応の文系と国公立理系を同じ土俵で戦わせることはできへん、ね、だからこういうカテゴライズになったってわけで、うん、僕が指定校推薦をああだこだ言いたいわけじゃないっていうのは分かってくれた。偏差値を偏差値を分類したかっただけ。最初この8枚スタートお互い、はいはいはい、0枚になったら勝ちで、出せへんかったら1枚山札から引かなきゃ、うん、はい、感じの知略の戦いですね。だからこの、ね、場にあるカードより高い偏差値のカードを出すってこと。そう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 、同じカテゴリーのね、社会的に、うん、その偏差値が高い方が上っていうわけではないよね。数字この学歴大富豪の上では強いけど、強いけど偏差値は関係ない、社会に出たら関係ない、関係ない関係ない関係ない。ちょっとね、何をかけようか。やっぱトランプゲームはかけないとやっぱり限らないものがあるじゃん。でも普段やってるみたいになるからね。やってるみたいな。その言い方やめ危ないよ。危ないか。負けた方は最後のあのエンディングで学歴コメント、学歴一応になりきってコメントする。あ、はいはい。偏差値。はい、お前先行。俺先行先行。一回手札見るわ。強っ。一回表札ストーリー上げていい。海外旅行行った時のしょうもない大学生のストーリー。カジノ行ってちょっと行きんねん。しょうもないこれ。あのポーカーの手札から上げんねん。あれしょうもない大学生のダメだ。はいはいはい。こういう人もおんのねって感じのやつ。それから三笘薫、筑波大学。ああ、推薦枠ね。そんな変でしたかい。論文では書いてるから、三笘は推薦だろう。あ、大富豪って同じ数字ダメやもんな。ダメダメ、上じゃない、上じゃない、なんかこれ行くしかないか。おる。大丈夫か。まあ同じ推薦、推薦縛り。ドン。怖い。ホームの山。こんな高ないやろ。おい、どこ調べこれ。どこ調べこれ。ベネッセです。ベネッセでは75なんや。ないから。カッコ優待やめてほんと。カッコ優待は。中退やから、ただの、うん。え、いきなりこれちょっとラリーつなげていい？これまだ上ある。うん。結構旬なやつおるわ。マジ福くん、うわ、KOSFC 今年今1回生ちゃんと芸能人枠で推薦でいっとるやん。多分栄養入試やったね、栄養入試、福くん栄養入試くん、じゃあもうこいつ行くしかないやん。まだおるか、まだおる。いや、もう鈴木福と来たら、トーン、芦田は負けた、これは負けた、これは負けた、これちゃんとちゃんとこの子は勉強推薦、内部か内部進学やなし。でもこの子はちゃんと勉強してる。そうです、頭良さそう。 80 見たことないってこれは結構強いな。まだもうないやろさすがに。これ80聞かせていただきます。無理でした。81のかないもん。じゃあ流します。はい、学歴流しで。じゃあもうここでしか出せん出しとかな。どんなんの、うん、
ともみ45 これもう出せへんからちょっとお前おいおいだんだん一緒してんやけどなかっこいいってこれ作ったやつこれはいじってるやん丸まれたんだ短大45もあったんや30代かと思いました昔結構短大多かったからまあ私立のじゃあともみっぽい人で、うん、いきますおほぼともみほぼともみはい高見奈美おいどこがやねんおい上げすぎやしどこがやねんおかしいやはい俺の好きな田中みな美か青学で71もあんねんなベネッセ上げすぎやってそれ偏差値はないんで、うん、引きます。はい。ダメでした。はい。次お前ターンで。やっていい、やっちゃっていいですか？はいはいはい。まあ俺も結構戦略見えました。はい。島工作、早稲田大学法学部。誰やねん。いや、俺は知ってるやろ。課長島工作、今はもう鳥島大学まで行ってます。島工作。あ、漫画のキャラで。漫画のキャラ。賢いよね。これはでも、行かれたらお前の戦略に埋もれてもらってわけやな、今ジョーカー最後学問の神学問の神様やけどちょっとこんなん入れんなや学問の勧め出してるからこれはありやなおしゃれなこれはお前のいい勝ちや、うん、これはもうこの時点でも負けやなそうそうこれはじゃあ引一応引いてはいまあスペタンとか、うん、スペードの短大とかあったらできるけどね娘さんみたいなやつないからさ、矢切のマーチとかないからやばいっしょ次これゲーム内で、うん、ゲーム内でゲーム内で低すぎるっていう、うんアムギリ49これなんで読むのこの大学下越大学下越大学ね慶応で80あるのに、うん、49やからだって下越大学とかあれせいで80って言ってるねあなるほどさそれやん、うん、こいつのせいアムギリ何も悪くないんでめちゃくちゃ迷ってるやんいいっすか、うん、出しちゃっていいっすかはい、たかしあんたおえグループ YouTuber 寛大ちょ待ってやばい出せんことあるこれで引くわちょっとえいおい来たはい B 山75強っいや私立ばっかじゃない親に負担かかってるから役に立たないよな親に負担にいるからまあちょっとないっすね、うん、僕一実家細いんでちょっとなかったっすあの辺も短大やからやちょっとお前これは結構ある今の絵やな学年人が関係なくやったトムのやいじめつけんのお詫びして訂正いたします短大と年収には関係ございませんいや、ね、危ないよチャラにしとかないあなかった、はい、無理でした、はい、それはゲームやから長さや長さやもんそういうゲームやからねそれを楽しむ偏差値でくくっていいかわからんねんけど八村塁58ゴンザカ大学まあ、そうって俺はこれトップアスリートにしては行くよバルバUCLA UCLA やんで UCLA アスリート史上一番高いんちゃう、うん、いや物理めっちゃできるからおい推薦縛りされてるってあかんわ引きますおいこれは来た推薦、うん、斉藤由紀75え、そのバウアーがその斉藤由紀に曲げてるのおかしくないいろんな面でねサイヤング賞だよでも偏差値で見たら斉藤由紀の上やからあ、そう内部進学でエスカレーターで行っちゃってるからはい、ありませんどうはい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 えまあ出せませんけど出せんのかいいやつが来ましたおおてか俺一個ちょっと作戦あるね作戦しといた方がいいいやまあまあセオリーで言うと、うん、はい新海誠68これね先ほど引いた我らが SK 学歴ロンドン大学留学だろ知らんの見たらいいから留学とか入れたらややこしになるよ学歴ロンドンでロンドン大学にあえた留学士だからはいはい、SK 半年だけだろ81やからねもう日本じゃありえへん叩き出してるから、うん
もう無理やわ。いや、治らんもん。いくよ。ほほえはいオバマ休止。おい似てるけどね、FK とかと若干似てないやろ。そのチェンジするのは女の子か世界かだった。チェンジ違いね、チェンジ違いね。ちょっとこれはもう無理な気がする。コロンビアすごいよお前。ちょバカにして言うとなわけがないもん。無理無理。出していいっすか、うん、いやー、まあ、じゃあまあこれかな。電荷70、反対基礎工学部。あー1個言っていい、うん、俺自分イラチャンネル5番持ってんねんけど、お前何一緒なわけなくない兄弟地球ほど一緒なんや。一緒なわけがなくない。ベネッセがでも決めてるから。それベネッセの客観的に見た数値が地球法と反対そこ一緒や、うん、一緒なわけないやろめっちゃ誇り持っとるやん。ちょっとないので聞きます。ほぼ福沢諭吉。コマのゲット。おえぇー苦手な。学歴の頂点ね。やばでも81なんや。コマのゲットと SK が一緒なんやね。だから最近のその世界のトレンドとしてドル高、石油高、偏差値高っていうのがそうなんだよね。1個のトレンドとして海外の方が高いんだ。海外ちゃんとインフレしってるから偏差値が持ち上げがちやもんな、海外大日本人それあるよ。さすがにないんで。さすがにないんや。いきます。そういらんねん。使えんねんこれ。やっちゃいます。やっちゃって。まあちょっといろいろ言いたいことはあるけど一旦作戦発動します。そんな頭使われてた。兄弟革命。兄弟これはありありやんな。ありやろ。おい着々に収めた兄弟革命。兄弟集まりすぎやろお前おえあんなありなん。これはこれはありじゃない。さすがにまあありっすじゃ。これはありっす。集まりすぎやろ兄弟なんか今日学生運動盛んやし革命そうだ学生運動やということでこっからは偏差値が低い方が強くなるっていう。いいっすか。はい、まあ、はい匠65 あれ大学はそうか横国なんそうそう大学院は大学東大学。じゃあ刻むか。で、あるともやん63。だからもうルール変えんな。今まで何してきたの。ちょルールがあるやん。国公立推定やん。なるほどね。俺ここでお前革命で食らってるやん。ちょっと革命でもテンパってるやん。縛りあるのね、うん。じゃあこいつかね。虫眼鏡57。思ったより低いな。教育大ってのは文字でイメージあるけど、うん、すいません。はい。おい、マイスさん引く。マイスさんまず大学行ってたんかい。ということで大学持ってください。行って、ともやんとなごみの推薦カップルで。ちょっとコウ君やから取らんじゃって楽して入ってんの。大富豪でも使えへんだ。あんまりそこ意識して誰も生きてきてないからそう、ね、大富豪で生きるかどうか意識してないのか、うん、てかまあそうやな、うん、俺ってあれ偏差値72もあってんの。あんま意識せずに生きてきたけど結構ある、まあ、結構ある感じ。いやいやその あってよお前72あるよ。72あるかもしれんけど、うん、こうやからほんでこうやから